エイクス・ビダル・パレウは、スペイン・カタルーニャ州タラゴナ県、バルス出身のサッカー選手。RCD エスパニオール所属。ポジションは、ミッドフィールダー、ディフェンダー。アレーシ,シュ、ビダル、アレーシュ、ビダル、アレーチュ・ビダルと表記されることもある。キャリア初期ビダルは2008年に、RCD エスパニオールと契約したが、トップチームでは出番がなく、2009年には、ギリシャのクラブである。 パントラキコスへとレンタル移籍する。2009年8月31日にセグンダディビジオンのジムナスティックへと移籍する。しかし、シーズンの大半をファームチームであるポブラデマフメット CEF で過ごす。2010年の夏にはマジョルカと契約し、セグンダディビジオン B に所属するマジョルカの B チームでプレーした。UDR メリア2011年6月半ば、 マジョルカ B の降格後、同じカテゴリーに属する UD アルメリアの B チームに加入した。2011年8月27日のコルドバ戦でトップチームデビューを果たした。ウィガンアスレティック FC に移籍したアルベルト・クルサットの移籍に伴うトップチーム昇格で、背番号は8番を与えられた。2年目には37試合、2600分近い。 出場時間で4得点を挙げ、チームのプリメーラディビシオン昇格に貢献した。2013年9月6日には、アルミリアとの契約期間を2017年にまで更新した。プリメーラデビューは2013年8月19日で、ホームでビザレアルを相手に迎え先発したが2から3で敗れた。そこから約1ヶ月後のアトレティコマドリード戦で1ブリーグ初得点を、 あげたが、この試合2から4でも敗れている。セビージャ FC2014 年6月16日に、セビージャ FC へ300万ユーロの移籍金で4年契約で、移籍した。移籍後公式戦初出場となったのは2014年8月12日に、カーディフシティスタジアムで行われた 2014UEFA スーパーカップで、レアルマドリー戦で、イエローカードを受け、66分に、 イヤゴアスパスと交代、試合は0から2で敗れた。初ゴールは11日後のバレンシアとの試合で、先制点を挙げたが、試合は1から1で引き分けに終わった。2015年5月7日の試合ではチームメイトである、コケが58分に投入されるまで、サイドバックとして出場した。ビダルは二千十四から十五シーズンは監督である、メリによってしばしば右サイドバックで、 起用されている。UEFA ヨーロッパリーグの準決勝、アクフフィオレンティーナ戦ではこのポジションで先発し、2得点を挙げたほか、ケビンガメイロイのアシストをし、3から0の勝利に貢献した。20日後にワルシャワで行われた決勝戦でも同ポジションで先発し、ドニプロを3から2で下したことで、ビダルにとって初のタイトル獲得となった。 FC バルセロナ2014の15シーズン終了後の2015年6月7日、FC バルセロナ加入が決定した。ただし、バルセロナが補強禁止処分を受けていたため、2016年1月6日のコパデルレアール CDS パニオール戦まで出場できなかった。2016から17シーズン前半戦は出場機会を得られず対談も噂されたが、 2017年1月14日のラスパルマス戦にてバルセロナでの公式戦初ゴールを記録した。2017年2月11日デポルティーボアラベス戦でテオイルナンデスから激しいタックルを受けて右足首の脱球と診断され全治5ヶ月の離脱となった。しかし診断より3ヶ月半早い5月24日には全体練習復帰28日に コパデルレイ決勝のセビージャ戦に途中出場して、実戦復帰を果たした。セビージャ FC8 月4日、フルスのセビージャ FC に移籍することが発表された。デポルティーボ・アラベス2019年7月28日、デポルティーボ・アラベスにローン移籍で加入した。RCD エスパニオール2021年8月18日、RCD エスパニオールと2年契約を結んだ。 カタルーニャ代表としては2013年12月30日に行われたカーボベルで代表戦でデビューをした。2015年5月、同年6月に行われるスペイン代表メンバーに初選出。ありがとうございます。